株の初心者さん向けの基礎の基礎と松川のちょっと基礎の基礎ということで、どっちか興味があったら見てもらえれば楽しめるかなと思ってます。ちょっと初めてお風呂とかやったので、お風呂のところとか、あとポーカーのアンバサダーをやってるんですけど、かっこよく撮ってもらったこんな感じとかもすごいお気に入りです。一番初めの1年目で利回りが 33% だったので、でも元本から 33% だったんで、どんぐらいですかね、自分の資金ちょっとまだ分かんないんですけど、会社だったらまあまあいい感じでした。大体あの運千万円、そうですね、元本が何千万なので、うん、はい、じゃあ、まあ、数千万稼いでる。そうです、稼いでます。はい。ありがとうございます。ですね、今は結構日経平均が2万円突破したこともあって、前まではちょっと消費系が流行ってたんですけど、大型株が乗りに乗っていると言われていて、日経平均と一緒に連動するような大型株が買いだと思います。仕事してる時はゲームとかみたいに集中って感じで、グラビアやってる時は見てくれる人の恋人になった気分なので、なんかこうちょっと全然違う感じで、なんですかね、どっちも楽しいんですけど、でどっちも楽しいけどどっちもやりたいです。すいません。そうですね、社会人やってなかったらこんな風に使ってもらえる場もなかったので、一生懸命仕事もして一生懸命グラビアもやりたいと思ってます。はい。今はちょっとまだ探し中なんですけど、恋は頑張ってしたいですね。はい。現在はしてない。現在はちょっと今仕事で頑張ってます。どういった男性がタイプですか？そうですね、テラスハウスでも言ってたんですけど、ちょっと真面目な人が、今まで全員浮気されてるので付き合った人、うん、できれば真面目な人と付き合ってみたいです。はい。もうご結婚されてる方なんですけど、すごい仕事ができる人を見るとかっこいいなって思っちゃいますね。だいぶ40何歳とかで、自分の直属の上司なんですけど、本当に仕事できて尊敬してます。かっこいいですか、見た目は？ちょっと背がちっちゃくて、まあ、仕事ができる感じです。内側から仕事ができるかっこよさです。そうです、そうです、そうです。ちょっと嘘つけなくてすいません。いいです、嘘つかないでください。